東京臨海副都心を台場、FCG ビル FCG ビルの夜景、FCG ビルは、東京都港区台場にあるビル。富士メディアホールディングスが保有し、富士テレビジョンの他 BS、富士をはじめとする、富士山系グループの企業が、本社、スタジオ等を置いている。富士テレビ本社ビル、ないし、富士テレビ本社屋とも呼ばれる。土地については、東京都から、 借地契約を結んでいたが、2018年3月に FMHD が約140億円で取得した。2013年3月31日の年間対借料は7億3800万円だった。設計は丹下健造都市建築研究所が担当し、丹下健造が手掛けた巨大プロジェクトの中で最後に、 直接指揮を取った建築物。お台場を象徴するランドマークである。日本の放送局の本社社屋の中で最も大きいビルであり、日本の民間放送局として最大級のスタジオ床面積を持つ。富士テレビが新宿区河田町にあった旧本社ビルから臨海副都心への移転に至った経緯は富士テレビ上お台場移転の経緯を参照。建物は 縦横の比率をハイビジョンテレビの画面の縦横の比率と同じ16、9とした。建物の低層部については公開スペースを1階に設け、主なスタジオを3階に設置するという構造で、高層部についてはオフィスタワーとメディアタワーの2棟からなる。この量、棟を12階18階24階の3フロアの木座橋にある。 コリドールで連結する構造となっている。二棟のビルの間にそびえる球体は直径32メートルあり、外装は腐食の心配がないチタンで作られている。展望台の役割を持っており、2007年6月のリニューアルの際に、8、玉という愛称が与えられた。レムコールハースが建設中の FCG ビルについて、磯崎新に、 あそこに、君の都庁が立っているじゃないか。コンペには負けたんじゃなかったのかいと、勘違いと文字多くとも捉えられるコメントを残している。東京都庁舎コンペに招待された磯崎は、作装対案を提案し、結果としてコンペは、磯崎の師匠である丹下が勝利を収めたという過去がある。1996年8月から部署ごとに、川田庁舎奥からの移転作業を、 順次行い、秋からは移転に向けてのトレーニング運用として、めちゃにイけてる。や、新春閣志芸大会など一部の番組収録が、FCG ビルのスタジオで行われるようになった。さらに、同年12月31日の、料理の鉄人の年越し特番もこのスタジオから生放送された。 そして翌1997年3月10日に移転作業が完了し FCG ビルからの放送が開始した2011年3月11日の東日本大震災によって余震が続いたこともあり球体展望室8多摩は6月3日まで営業を休止したが6月4日から営業を再開したかつて富士テレビで放送されていたアニメ こちら、葛飾区亀有公園前発出所では何かしらの理由で FCG ビルが破壊されるエピソードが複数作られている。他局では日本テレビのルパン三世 TV スペシャル地の国印永遠のマーメイドの冒頭で同ビルの展望台を使って飛行機の向きを変えるシーンが登場している。大災害やテロ、有事などにより本、建物が 機能不能になった場合において、FNNFNS 純期一局の関西テレビより、全国ネット放送及び関東ローカル放送を行う、胸の合意が両者で行われており、過去に数回訓練が行われている。このような取り組みは、NHK 大阪放送局に次いで2例目であり、民放系列局では、初の取り組みである。七回、屋上庭園十四階球体内、目覚ま。 使いス,スタジオ内にあるテレビカメラは一部のスタジオを除きハイビジョン対応。しかし、サブ周りの機器は一部、河田町からの移設や SD 対応機材だったため、その HD 非対応スタジオについては段階的に HD 対応に移行させた。報道センターには BS 富士ニュース専用のブースを併設。そして緊急報道やセット階層 年末年始時の際にはセンター内にある顔出しブースから放送する。運用開始から2020年頃まではセンター内に円卓テーブルが存在しており、顔出し用のリモコンカメラがテーブル中央部に常設され、緊急報道や VQ スタジオのセット回送の際にはそこから放送されていた。2020年からは、 稼働壁からは見えない報道センターの右側に小規模な顔出しブースが設置され同年から2021年の年末年始時のミニニュースなどもこのブースから放送している VQ スタジオが隣接しており稼働壁を上げることで報道センターと一体化させることができる運用会指示は VQ スタジオが FNN ニュース555 The Human とニュースジャパンの 専用セットで締められており、報道センターをバックに放送するのはそれ以外のニュース番組だったためその時だけ稼働壁を下ろしていたが、1998年の FNN スーパーニュース開始時から一時期を除いて2018年3月のみんなのニュース終了までは、報道センターが見えるガラス壁を用いたスタジオセットだったため稼働壁は常に上げていた。 2018年以降は報道センターをバックに放送することが一切なくなったため可動壁は常に下ろされている。カメラなどスタジオ機材にはフジテレビのロゴがプリントされているが報道専用の VQ スタジオのみ FNN ロゴがプリントされている。フジテレビでは FCG ビル近くの江東区大見にドラマや バラエティ番組などの収録拠点となる湾岸ンンスタジオがある。同所解説前までは FCG ビルや東京メディアシティ、渋谷ビデオスタジオといった複数の拠点で収録などを行っていたが、本社との距離や一部スタジオの老朽化などの問題もあり、それらの問題点を解消すべく建設された。八つのテレビスタジオの中には床面積が V4 スタジオ以上の場所もある。 本社とは、光ケーブルで、相互接続されているが、主調性室とは直接接続されていないことから、生放送する際には、本社側に制御用の副調整室を必要とする。かつて、FCG ビルには、当時富士テレビの親会社であったラジオ局、日本放送の本社も入居。1997年3月24日から2004年9月5日。 までの7年間にわたって放送を行っていた。メディアタワー22階から24階にラジオスタジオ、24階にマスター設備が設置されていた。なおテレビスタジオとは違い、ジムフロアとして設計されていた場所にラジオスタジオ設備を設置した。台場本社時代は千代田区有楽町に入居していた、東京会館建て替え問題が進展中であったが、 新社屋落選を機に、スタジオ、本社機能を有楽町に戻した。なお、FCG ビルには、旧社屋の、ラジオハウス銀河、現社屋の、イマジンスタジオにあたる公開放送などに用いるための、大型スタジオがないため、旧統業会館が解体される2001年8月までは、ラジオハウス銀河が引き続き使用された。7階から大階段を望む、 中部エスカレーター見学スペース、展望室、ショップなどがあり、一般の人でも入ることができるエリアが多数ある。開業当初は飲食店が多く立ち並んでいた。レギュラー番組スペシャル番組放送終了した、バラエティ番組過去に収録、生放送で使用された、バラエティ番組レギュラー番組スペシャル番組過去に、 収録、生放送で使用された、音楽番組レギュラー番組過去に生放送で使用された、情報、報道番組。ありがとうございます。